体って裏切らないので、やったらやった分だけ必ず良い成果が出るというか、確実に体に現れてくるっていう、全てがこう自信になっていく。現在の自分の位置によってトレーニングって、トレーニングの意味が変わってくるんですよ。恋人とかパートナーとかとやるのを私は個人的におすすめします。トレーニングから始まる新しい人生の第一歩。トレーナーしてます岡本です。よろしくお願いいたします。岡本です。よろしくお願いします。普段トレーニングとか、なんか運動とか体を動かす機会ってありますか？普段は、フリーダイビングとサーフィンと、筋トレをしてます。筋トレと、はい、今日は第1回ということですので、はい、トレーニング前にしていただきたいということを、お話しさせていただきたいと思います。はい、大事なことが一つあって、パフォーマンスピラミッドっていう考え方があるんですね。でどういったことかっていうと、一番下の土台になるのは機能的な動作ができるということと、二つ目にそのピラミッドの上に乗っかるのが筋力だったりとか、スピードだったりとか、パワーであったりとか、そういったものが乗っかってきます。はい、でその一番上にてっぺんに来るのが、スキル、技術的なことなんですね。女性の方はすごく多いんですけど、ものすごく体が柔らかくて、でも腕立て伏せが一回もできないような人っていうのは、すごくそのピラミッドのバランスとしてはアンバランスな状態なんですね。逆に言うとボディービグラーみたいな人たちがものすごく筋力があっても、その適切な動きができない、その適切な動作っていうものがすごい大事になってくるんですけども、その土台というのは体を動かす可動性ですね、モビリティという部分と、安定したり体の筋肉をコントロールして動かせる能力と、あとは正しく動かせる能力っていうのはその辺にすごく依存しますので、それができるようになったその土台にしっかり筋肉をつけてあげるとすごく動きやすく、確かに実際なんかこうこれやってみてって言われた時に、あれなんか思ったよりできないっていうこととかたまにあります。そうですね、そういうのが体を動かす能力なので、でもこう例えば筋トレだけをしても動かすのが上手になるかっていうと、それはまた別になってくるので、体を動かすトレーニング、適切な動作に対するトレーニングもまた必要になってくるので、そういった部分が上手になってくると、こう動かすことに対して体がこうどん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 できるようになってくるので、その上に筋肉がついてくると、よりもっと泳ぐことが楽になったり上手になったりっていう部分がすごい活かされてきますね。